小さいうちだったりですとか、そういった時にちょっとずつケアしていただいちゃった方がいいと思います。そうですよね、だから本当にあの仕事をしてて、はい、靴下履くじゃないですか、靴下履いて、はい、あの靴なんか履いてる時は全然まだ大丈夫なんですよ。一番ひどいのが靴下脱いで家にいる時ですね。素足ってこう足つくじゃないですか、その時なんか本当にあのかかとに重心で歩かないと歩けないんで。それはあのつけとけば、はい、結局そうですね、ちょっと保護してくれるような形になるので、もしあの病院の方にちょっと早めに行けないようであれば、そういった絆創膏の方でちょっとカバーしていただけるとよろしいかも。そうですね、だってこのまましておいたら絶対にまたどんどん硬くなるだけですもんね、はい、